ドラニュースタンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は弦の話をしようかなと思います。皆さんって弦って変えてますかね。変えてますかね。もう決めつけは良くないと思いますけど、まあいや、まあまあ偏見として言いますけど、皆さん弦変えないじゃないですか。まあ偏見ですよ、偏見なんですけど、まあ変えてないと思うんですよ。だからね、皆さんコーティング弦使ってください。もちろん理由はちゃんとあるので、そこはちゃんとお話ししますけど、何が起こるかってあるんですよね。弦って結局金属のこの糸って言ったら変だけど、まあ、金属の糸ってことに表現しましょうか。金属の糸なんですよ。でそれを触って引くわけじゃないですか。で少なからず人間のこの手って汗、手って人間の手ってなんか汗とか油があるわけですよ。でそれを触って引くから、当然ながら金属って錆びちゃうんですよね。で錆びるとどうなるかって、まああんまりよくはないけど、錆びたやつを触ってみてほしいんですよ。あれザラザラしてるんですよね。ザラザラしてるってことは、言っちゃえば紙やすりと一緒なんですよ。なんかね、ちょっと紙やすりをこういう時にね用意しとけばよかったけどね。ちょっともう使い古しの紙やすりで申し訳ないんですけど、こういうやすりと同じ状態になるんですよ。まあ極端な話ね、まあ結構ザラザラしてるってことは削れるんですよ。どういうことかっていうと、弦が触れるところに何がありますかって話なんですよね。錆びた弦を、例えば弦変えるのもったいないとか、弦まだ切れてないからもったいないよねって使ってるとどうなるかっていうと、ナットとフレットを傷めるんですよ。でまあ細かく言うとサドルもね、まあもちろんサドルついてる面は錆びてないこともあるんですけど、まあ当然ながら金属って錆びてると、その錆びって移動してくるんですよね。なんていうか、全体的にこう触ってなくても、サビってやっぱ侵食って言ってやっぱこう広がってくるんですよね。まあもちろん外気の湿気の影響もありますけどね。結局そのコーティングされてない以上はそれを守るところがないから、少なからずやっぱりこの水分となんていうのかな、こう鉄が反応してサビが発生するんですよ。でサビが発生したところってこうどんどん広がってくるんですよね。でどうなるかっていうと、そのサビのせいで、そのサビが何かしらのものに触れることで削ってる、まあいわゆるヤスリをこすりつけるような動きになっちゃうんですよ。で具体的にはナット、例えばナット方面にこのサビが発生しちゃうと、例えばチューニングの時とかにこう弦が移動した時にこうナット吸ってナット削っちゃうとか、アーム使っちゃうとこう弦が動くから、よりこのザリザリっていうこのナットを削る動きがなん促進されちゃうとか、で当然弦を押さえればフレットに弦がつくわけで、でこの弦がフレットに押し付けられてそこがくぼんじゃうとか、さらにはチョーキングしてそのヤスリをこすりつける動きを自分でやっちゃうとか、で当然ではそれもまたサドルもそうですよね。サドルも結局弦のなんかこのスタートとかいわゆる直角に当たるやつって、当然ではサドルに結構な力がかかってるんですよ。それを例えば弦を張ったり緩めたりとか、まあもちろんチョーキングとかも若干伸びたりしますし、だこうやってチョーキングでこう動かしたやつがこう広がってくるか ら, だからサドルがなんていうの、ちょっとこうなんていうの、サドルのこの弦の溝がちょっとこう広がりつつあって、ちょっと変なビビりが出ちゃうとか、まあもちろんそれは極端な例ですけどね。例えばね、そもそもサドルの金属ってそこまで硬くないんですよ。これ弦交換の時にちょっと見てほしいんですけど、例えばストラトとかもそうじゃないですか。なんか分かりやすく弦の跡がついちゃうんですよね。この弦のこの溝っていうんですか、溝切ってないモデルってあるじゃないですか。ストラトでもツルツルした金具曲げたみたいなやつって言ったけどだからその弦を張ったところに弦の跡が多分ついてると思うんですよ。結構な何年か使ってる、長期的に使ってる人のこのサドルってそこそこ弦の跡ついてると思うんですよね。まあもちろんそこがすごい負荷がかかるとこだからっていうのもあるんですけど、金属ってそこまで硬くないんですよ。まあ五島とかだったら、例えばこう金属が硬いからその弦の跡がつきにくいんですけど、やっぱりフェンダーとかその昔ながらのなんていうのスタンダードっていうかなんか喉になんか詰まってんのかな、スタンダードっていうかいわゆるメーカーの純正タイプのこうサドルってやっぱりこの金属がそこまで硬くない、まあもちろんそれだからこその音がいいっていうのもあるんですけど、やっぱり弦の跡がすごいこの入ってきちゃうんですよ。でそれ一番良くないのが巻き弦、4弦から6弦とかの巻き弦はどうしてもこの弦のこの
ギザギザ跡がくっついちゃうから、そのギザギザ跡のせいで、例えばアーミングした時に、例えばそのギザギザの溝の間にこう金属がこうはまっちゃってて、それがちょっとこう乗り越えたりとかして、そこに引っかかってチューニングが狂いやすくなるとかね。だからこの動かなきゃいいんですけど、この結構大きく アームダウンとかさせた時に、この弦がちょっと浮くんですよね、このサドルの上で。浮いた時にこのもともとはまってたところ、あとサドルに弦の跡がついてた時ね、それが外れて別のその弦のギザギザの溝にはまっちゃって戻るから、チューニングが上がったりとか下がったりとかしちゃうんですよ。だそうなっちゃうと、あのチューニングすごい狂っちゃうから、ちょっとその磨いたりとか、磨くっていうかもう安るしかないんですけど、安るがもう新しい新品に変えるしかないんですけど、そこで安っちゃうとその弦のギザギザの溝こう削って平らにしちゃうから、そこに引っかからなくなるんで、そういう意味で、なんていうのかな、もう古いサドルってチューニング狂う原因にもなるんですよね。で、それがやっぱりこの、あまりにも極端に錆びてる弦を使ってると、サドルにも影響しやすいよとか、特にあの、サドルって何がダメかっていうと、こうやって右手置くじゃないですか、ミュートとかでね。あの、汗が、やっぱりあの、よくあるのがさ、芋ネジ錆びる人は、その傾向にありますよね。やっぱりどうしても、手汗がすごい人っていうのは基本的に錆びやすいんで、芋ネジがよく錆びてる人はもうその傾向なんですよ。やっぱ弦の方もこう錆びますから。でその錆びがやっぱりこう浸食してサドルの真下というか、この弦が触れてるところまで錆びっちゃって、そこら辺でまた余計なサドルの消耗になっちゃうとかね。でそのまた逆にサドル自体が錆びて弦を傷めるとかね。そうだ、まあでも稀にあるのが、あの弦がサドル側で切れますって言ってるんです。あ、もちろんそれ、あのサドル自体が結構鋭角に削れちゃって尖ってたりとかして、それが切れる原因だったりとか、あとはこの弦がちょっとそのプレートが出てくる、そのプレートのところが鋭角になってそこで切れちゃうとかね、いろいろ原因はあるんですけど、その辺も消耗プラス錆とかで切れやすくなるっていうのもあるので、あんまり錆って良くないんですよね。で結論何が言いたいかっていうと、あのコーティング弦使った方がいいですよ。あの、まあ、もちろんコーティングをコーティング弦の音が嫌とかっていう人もいるんですけど、あの何を天秤にかけるかなんですよね。もちろん本番は自分の好きな弦を使った方がいいんですよ。ただあの練習の時ってコーティング弦とかで、まあ、まあもうこれも決めつけですけど、弦変えないじゃないですか。弦変えないってことはあのギターに良くないんですよ。まあ、細かく言うとナットとかフレットに良くないんですよ。余計なこの消耗させちゃうから、あ、これあくまで変えない人だからっていう前提でね、弦をそのまま古い状態のままで使うから余計な消耗させちゃうんですよ。具体的に例えば弦がもったいないよって言って錆びた弦使ってれば、結局フレットとかの消耗が早まるわけで、最終的にはこのリペアの方でお金かかっちゃうから、そっちがもったいなくねって思うんですよね。だからなんかね、目先のそのなんていうのかな、損害をなんていうのかなだけを見て、将来的にかかる費用を考えてないっていうか、だからまあもちろんフレットは消耗品ですよ。弾けば弾くほど減るのは当然ですし、それだけ減るほど減ったっていうのは確かに素晴らしいことだと思うんですけど、それが結局古い弦を使ってただけですごい減ってきたっていうんだったら、ちょっともったいないよねってなりますよね。だからあの古い弦ってあんまり良くないんですよ。だからどうせもう買えないんだからこれも決めつけですけど、どうせ買えないんだったらもうコーティング弦貼って使ってればいいんじゃないですかって思いますよ。なのであのエリクサーとかコーティング弦使うってだけでもギターに優しいというか、弦自体も 長寿命だけど楽器も長寿命になるよっていう言い方です。はい、じゃあそんな感じでなんかお役に立ったら幸いです。とりあえずね、弦ってね好みなんで、例えばダダリオがいいとかアーニーボールがいいとかって、まあ別にそこはもう勝手なんです。勝手なっていうか、なんていうのかな、自分で決めていいと思うんですよ。ただアーニーボールはあのもうこれみんな知ってるから言いますけど、あの錆びてることが多いんですよ。うちってなんでダダリオが常備っていうか、ダダリオしか置いてないかっていうと、昔はいろんな弦をこうある程度はストックしてたんですよね。あ、もちろんそのストックって言っても、あのなんだっけ、あの真空パックとか、例えばなんていうのか、これはちょっと違うか、なんかこういうなんかあるじゃないですか、パックとか、これはあのリチャード・ゴッホとかについてるやつですけど、こういうふうになんかまあ真空パックとかあるじゃないですか、買った後はそういうの入れて持っとくはするんですけど、あのダダリオ以外って錆びてることがあったりして、あの唯一開けた時に錆びたことがもう見たことがないのがダダリオなんですよ。だからダダリオを信頼してるんですよ一番。だって用意してた弦が錆びてたらそれ使えないじゃないですか。それ結局そのお金っていうか、それを負担するのはこっちなわけで、で当然ながらあのさっき言ったアーニーボールは異常に多いんですよだからアーニーボールとダダリオっていわゆる定番弦じゃないですか。だからこの2セットは置いときたいなって思うんですけど、
アーニーボールはちょっととてもじゃないけど開けた時に錆びてることが多いからもううちでは用意できないよねっていうことでもう割り切っちゃってダダリオだけってしてますね。音色的にもフラットっていうかもう一番標準になるのでダダリオ貼ってればまあまずまあ基準の音が鳴るかなって判断してますけどね。だってプロでも多いしねダダリオ使ってる人だからまあダダリオに貼ればまあまず嫌な、なんていうの人はいないかなって思ってるのでとりあえずうちはダダリオを推奨してます。まあもちろんそれは結局じゃあでも自分はアーニーボールが好きなんだったら全然アーニーボール貼っても構わないですしだから決めるのは自分なんですよね、ただ明らかに錆びてること多いなって思いますまあ別にディスってるわけじゃないけどね。はい、じゃあそんな感じで今回弦の話でした。とりあえずね古い弦を使ってると結局楽器を消耗させるのでもう弦変えないんだったら変えたりとかするのめんどくさいんだったらもう弦を変えないでコーティングや貼って使ってた方がいいですよっていう話でした。ではご参考にどうぞ。はい、ではご清聴ありがとうございました。